はい、プレイしていきたいと思います。セブンデイズトゥダイ。前回は何してたの？前回はね、穴掘り始めました。で、意外と今回の何アルファ 13.8 の地下が、地下っていう、なんていうの、ほらベッドロックっていうのが、なんていうのかな、黒曜石みたいな、黒曜石でもないな、もうこの最後の石が結構浅いところにあったんでびっくりしてます。前はね、深く深く行ったところにあった気がしたんだけど、しかも殴ったら音が鳴るようになって、でダメージ、経験値じゃない、すかしたような音が鳴ってる気もしないんですよね、当たった音が。なんで分かりやすくなったんじゃないかなって思う、前より。本当に浅くなったし狭くなったよね、アルファ13.8 は。あとはあれだな、なんていうの、汚染されてるやつ、装備で、レディエーションだっけ、ラディエーションを強くしまくって汚染された地域に行ってみたいっていうことぐらいかな。やってみたいの。ちょっと100まで行けばダメージを受けずに生きていけるのか。あ、そら前回これ1個分ぐらいあれやろうかって、ボトルで行こうかって思ってたんだよ。 OK だっけ、これだっけ、燃料入れて、大丈夫だよね。オッケー。ダメか。連打しても変わらないか。あ、もったいない。一発無駄に。今ね、で、あ、オッケー、持ててる。オッケー。いやー、あれ、もしかして、もしかする？あ、まだだな。もしかしたら今地下に行けたかなーって思った。やっぱこれ固定だよね。ここ以上深くはいけないと思う。マインクラフトのあのベッドロックだっけ？一番下の石。不要石じゃないんだよ、あれ。岩盤。忘れてた、岩盤。岩盤ってあれ、デコボコしてるんだけど。セブンデイズトゥダイはまだデコボコしてないからね。もしかしたら将来的にやるつもりあるのかもしれないけど。ところデコボコしてないから、平べったーい岩盤のあれがあるの。道が、なんていう。あ、燃料入れた。あ、もう持てねえや。一旦帰るよ。このライトありがたいな、超明るい。このライトは本当に追加してくれてよかったよね。これでバッテリーとかついてたら結構へこんでたけど、そういうのがなくてよかった。これでだんだんバッテリー減っていくとかの仕様にしたらへこむよね、不便すぎて。それだけやめてほしいかな。落としてなかったんだよ、相手に。よかった、拾えなくてガンガン落としてるかなって思ってたんだ。マイニングツールレベルが96まで来たね。あー、こんだけ石壊してればレベルすぐ上がるわ。
音が本当に本物っぽい。どこ、これでやるか。一番下叩くのはね、ちょっとミスで打った時もったいないから余分に打ったら、手動でいってみるか。あ、これがカーンね。オッケーオッケーオッケー。こっからだね。上に上がってたんだね、やっぱり。さっき間違って、地下だと方向感覚わからんくなるからね。あ、終わっちった。じゃあ3時だし、ちょうど帰るかも。ないよね、鉄っぽいやつ。うん、違うし。よし、帰ろ。じゃあ一旦地上に帰るか。そうだね、だってもうアイテムなんもないもんな、こっち。オッケー、いけるね。じゃあこれ回収して、どうしよっかな。123456789101020の22123456783波24だけど埋まってる。まあいいや、考えずに行こう。考えた負けだ。これでどうよ。あー、あとちょっとだね。オッケー。これどうよ。よーし、よーし、これで回収回収。急げ急げ急げ。オッケー。8000個持って帰れる、これで。よいしょ、いい。よいしょ。どこだっけ。ここじゃないね。あった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 。ここにこれだ。あ、やべ、10個もっと作っとけばよかったかも。うわ、嘘嘘嘘嘘嘘嘘、あぶね。マジあぶね、これ。え、合ってる、大丈夫。6個いけるね。これちょっと危ないから。オッケー。うわ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 、ここだっていける？オッケー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 。うわ、セーフ。あと1個だった。よしよしよし、これで帰ろう。家の方角、あっち？あー、あっちだね。オッケー。これで石を大量に持ち帰ることに成功しました。よいしょ。ちょっと待った、お前はダメだって。大丈夫だよね、他いないよね。もうあいつのせいだよ。あいつのせいで俺は全残念になったんだよ。あれはやばかったわ、本当にやばかったわ。で、石、ちょっと待ってね。砂をしまう。砂しまって、これもしまって、でちょっとだけ石を回収したいから。あ、やっべ、これバグった。は？ 1,2,3,4,5,6。 あ、やっべ、バグったかも、マジで。絶対減ったよね。 1,2,3,4,5,6,7。 あ、落ちてる。
嘘。これはまずいでしょ。バグ見つけた。なるほど。これは面白い。これは面白いぞ、このバグは。なるほどね。ってことは、まず、インベントリでレシピを見ます。グラッペルを作ると。で、それで、アイテムをいっぱいにして、回収する。そしたら1000だけ持てるんで、残りは地面に落ちます。で、これを拾うと、1スロットに3万個溜まってる。これはいい圧縮。これ多分木でもできるね。これやばい圧縮手段だよ。インチキだ、インチキ。まあ多分修正されるだろうな。次のアップデートとかでね。いやー、今回はバグ見つけたし満足だわ。鉄も溶かそうか、もうちょっと。今のはいいな。圧縮はありがたいわ。根本的に壊すけど。まあ、アルファテストとかの醍醐味だよね。バグ探すっていうのは。楽しみ方の一つだよね。バグが見つかったら、有効活用して、気づいたら直されるっていう。ああ、面白いわ。あ、足治ったね。やったじゃん。どれぐらいの人がこのバグに気づくのかな。まあ、すぐ直されるだろうな。でもまあ、増殖バグに比べたらね、全然可愛い方ですよね、これは。増殖はやばいから。増殖前見つけたもんね。まあ、MMO みたいに他人に影響がないからいいよね。MMO とかだったらさ、バグ見つけたら、ちょっとやばいもんね。レベル上げとか経験値バグとか、一緒だな。ああいうのはちょっと、バンの恐れがあるけど。こういう一人の世界で遊んでるもんだったら、全然あり。っていうことは、圧縮手段が分かったんで、いくらでも掘れるね、もう。いくらでも石を持って帰ってこれるし、木も持って帰ってこれるし。これはいい。鉄もそしたらさ、スクラップ使って持って帰ってこれるな。そうするか。あれ？何引っかかってる俺。何があるの？そうか、そうか。それはいいな。よいしょ。鉄掘りに行くかな、どっかに。ちょっとこの家強化するの、鉄がどんだけやっても足りないもんね。41は必要でしょ。ほんとこの家強化するの鉄がいくらあっても足りないわ。それは間違いない。なんか来てる。どこ？いた。オッケー。なるほど。これでログイン、ログアウトしたらこれ、1000になってたりしてね。そしたらもう笑うしかないよね。いやー、これちょっと分割試してみたいけど怖いな、バグりそうで。どうしようかな。どうしよう。
そろそろ鉄できてる、いっぱい。じゃあちょっと屋根を強化して今回俺にしよっかな。ちょっと早いけど、なんかすごい心地いい。久しぶりに心地いい感じだから 面白いもん見つけたもんね。最近ゾンビに回されたもん。ああ、ほんと。へこんでたのが少し良くなったかも、これで。よいしょー。これでちょっと遠出して、あれできるよね。ああ、オイル作っとけばよかった。まあいいや。もう鉄足りないって言われた。全然足りないな、ほんと。あ、やべ。セーフ？セーフ？セーフ。ふう。俺、こっち置いとくか。これじゃ防衛になんないな。どうしようかな。鉄だね、やっぱり。こっちも燃やしとけばよかった。燃やしてないね。鉄さん？鉄入ってないな、もしかして。あ、やっぱり入れよっか。あ、スクラップメタルがある。燃やした。こっちがちょっとだけ。あ、これか。まあいいか、ないよりマシだ。やっぱ鉄掘りに行かないとダメだね。鉄掘らないと無理だ。やっぱり難しいね。とりあえず今回のは本当につくづく分かった。強化しちゃダメだってことが。強化の、なんていうの、コストの見直しが起きない限り、家を強化するもんじゃないです。家は作り直すもんです、今のところ。多分そうだよね。コンクリート安いもんね。石だけで作れるんだもん、なんて言ったって。いいなぁ、この感じ。うわぁ、いいね。じゃあ、今回この、青空を見ながら終わりにしましょうか。よし、この、砂漠のど真ん中で。今回もご視聴ありがとうございました。次回が思いつかないな。鉄探しに行きたいな。ここかな？ここ怪しいな。鉄いけそう。こっちはシェールオイルだったもんね。オイルシェールだっけ。まあ、こっちも鉄あるっちゃあるけど、ちょっと違う意味の鉄だもんね。なんで、この穴。この穴行ってみようかな、覚えてたら。よし。というわけで、今回もご視聴ありがとうございました。あ、ここ面白い。見て、1、2、3、4。4種類のマップが混ざってるかも、ここ。そんなことない。いや、そうでしょう、きっと。まあいいや。というわけで、今回もご視聴ありがとうございました。よろしかったら次の動画を見ていってください。静止画でした。